実は親父の宮内翔吾の遺作があったんです。正確にはあるかもしれない。親父の遺品を整理していたら見つけたんですよ。でも中身は空だった。遺産も残ってない中、まともに金になるのは結局親父の本だ。だから死んで話題の今、遺作として出版したい。時間が経つと売れないからな。親父のメモ帳に構成確認って書いてあったんだ。それで思い出したんだ。愛人の中に構成者がいたの。金は払う。親父の意向を探してくれ。は？どうせ暇だろう。こうやって僕は半ば強引に会ったこともない父の意向探しに巻き込まれるのだった。次回、一人目の愛人、歌舞伎町のキャバ嬢愛子の証言。